思います。ところでやっぱりあの再稼働ということがどうしても問題になると思うんですけれども、規制委員会にお聞きしたいんですが、この柏崎刈谷の再稼働について今どこまで審査が進んでいるんでしょうか。原子力規制庁、桜田原子力規制部長。柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の審査の進捗状況ということでお尋ねがあったと思います。この発電所の審査につきましては、現在地震津波関係とかグランド関係とかいろいろございますが、審査を続けているという状況でございます。実は本日も先ほどまで、基準地震度についての柏崎刈羽6、7号機の審査をやってございました。これまでのところ地震津波関係では敷地および敷地周辺の地下構造でありますとか、地震や地滑りによる津波の評価等について審査してきてございますし、またグランド関係においては格納容器の圧力逃がし装置、これはいわゆるフィルターベントと言われるものでございますけれども、この装置の話とか外部火災、内部溢水、先ほどお話しございました内部で水が溢れた場合の対策、こういったものについて審査を実施してきているところでございます。今後 その今の進捗状況ということで言いますと、こういうようなことでやってきてございまして、まだ論点は残っておりますし、事業者の対応を踏まえながら厳正に審査を進めてまいりたいと考えているところでございます。藤野君。やっぱりはっきり言えないんだとは思いますけれども、やはり報道などでは、今年の秋頃には終わるというような報道も一部されている状況であります。しかし、審査は進んでいくのかもしれませんが、私北陸信越ブロックの選出なんですけれども、その中に新潟県もありまして、泉田知事の、この間のお話なども聞いておりますと、その地元の同意という点では非常に厳しいものがあるというふうに思うんですね。で、再稼働について福島の事故の検証が先と、まさにその事故の原因究明、含めて検証が先だということをおっしゃっているわけで、審査とは別にやっぱりその肝心 その地元の同意が得られる見込みがないというのが現状じゃないかというふうに思うんですね。ですからここで社長にお聞きしたいんですが、もしこの柏崎刈谷が動かなかったら、その今の新総合特別事業計画あるいは改定されるものもそうですが、こう成り立たなくなると、こういう認識でよろしいでしょうか。東京電力広瀬社長。はい、お答え申し上げます。先ほどの通り、総合特別事業計画の中ではですね、収支を10年にわたって、計算してまいりますので、どこかの段階でその発電所を再稼働をして、7つございますので、それをどういう形で順次再稼働するのかということを起きませんと、収支上の計算ができませんし、実際問題として先ほど申し上げたような金額が変わってまいりますので、再稼働の有無は大きく収支に影響を与えるのは事実でございます。藤野君。大きく収支に影響を与えるということで、そうだと思うんですね。結局電力システム改革の先導役である、東京電力と、しかしその東電の行方というのが柏崎刈羽原発の再稼働に左右されると、しかしそれ全然見通せないというわけであります。一生懸命今改定作業をされているというふうにお聞きしておりますけれども、本当にそういう意味ではこの電力システム改革全体が非常にこう脆弱といいますか、脆い基盤の上に今立っているのではないかというふうに思うんですね。日本の電力の3分の1を占める東電がそういう状況であるということで、法的分離というお話先ほどありましたけれども、あたかも国民的にはこう分離されるのかなと、もしかしてリスクも分離されるのかなという思いの人もいるかもしれませんが、結局は一体といいますか、結局は原発に左右されるということで、そういう意味ではこれは分離という名に値しないというふうに言わざるを得ないというふうに思うんです。だからこそこれもお話ありましたけれども、全面自由化と言いながら、原発を優遇するさまざまな、制度をこういくつも検討されていると、本法は付則、74条1項2項でそれぞれ検証とですね、その検証を踏まえた、必要な措置を講ずるということでありますので、
まあ、そういう意味ではこうまでしなければビジネスとして成り立たないと。で、全面自由化と言いながらこうまでして、東電をいろいろ助けているということで、これはやっぱりこういう原発というのもきっぱりやめるべきだというふうに思います。その上でですけども、まあ、これまで述べてきたその柏崎刈羽というのが再稼働というのが、まあ、ある意味その古いビジネスで、東電を、まあ、なんていうんですか、儲けさせようということであるとすれば、今のシステム改革あるいはこの本法案の議論というのは、まず新しいビジネスでも東電に新たな儲けを得させようという仕組みも入っているというふうに思うんです。で、一部されている状況であります。まあ、しかし、まあ、審査は進んでいくのかもしれませんが、私北陸支援ブロックの選出なんですけれども、その中に新潟県もありまして、泉田知事の、この間のお話なども聞いておりますと、その地元の同意という点では非常に厳しいものがあるというふうに思うんですね。で、再稼働について福島の事故の検証が先と、まさにその事故の原因究明、含めて検証が先だということをおっしゃっているわけで、審査とは別にやっぱりその肝心のその地元の同意が得られる見込みがないというのが現状じゃないかというふうに思うんですね。ですから、ここでまあ社長にお聞きしたいんですが、もしこの柏崎刈羽が動かなかったら、その今の新総合特別事業計画あるいは改定されるものもそうですが、こう成り立たなくなると、こういう認識でよろしいでしょうか。東京電力広瀬社長。はい、お答え申し上げます。先ほどの通り、総合特別事業計画の中ではですね、収支を10年にわたって、計算してまいりますので、どこかの段階でその発電所を再稼働して、7つございますので、それをどういう形で順次再稼働するのかということを起きませんと、収支上の計算ができませんし、実際問題として先ほど申し上げたような金額が変わってまいりますので、再稼働の有無は大きく収支に影響を与えるのは事実でございます。水野君。思います。ところでやっぱり再稼働ということがどうしても問題になると思うんですけれども、規制委員会にお聞きしたいんですが、この柏崎刈羽の再稼働について今どこまで審査が進んでいるんでしょうか。原子力規制庁桜田原子力規制部長。柏崎刈羽は原子力発電所6・7号機の審査の進捗状況ということでお尋ねがあったと思います。この発電所の審査につきましては、現在地震津波関係とかグランド関係とかいろいろございますが、審査を続けているという状況でございます。実は本日も先ほどまで、基準地震動についての柏崎刈羽は6・7号機の審査をやってございました。これまでのところ地震津波関係では敷地及び敷地周辺の地下構造でありますとか、地震や地滑りによる津波の評価等について審査してきてございますし、また弾頭関係においては格納容器の圧力逃がし装置、これはいわゆるフィルターベントと言われるものでございますけれども、この装置の話とか外部火災、内部溢水、先ほどお話がございました内部で水が溢れた場合の対策、こういったものについて審査を実施してきているところでございます。今後 その今の進捗状況ということで言いますと、こういうようなことでやってきてございまして、まだ論点は残っておりますし、事業者の対応を踏まえながら厳正に審査を進めてまいりたいと考えているところでございます。藤野君。やっぱりはっきり言えないんだとは思いますけれども、やはり報道などでは、今年の秋頃には終わるというような報道も大きく収支に影響を与えるということで、そうだと思うんですね。もう結局電力システム改革の先導役である、東京電力と、しかしその東電の行方というのが柏崎刈羽原発の再稼働に左右されると、しかしそれ全然見通せないというわけであります。一生懸命今改定作業をされているというふうにお聞きしておりますけれども、本当にそういう意味ではこの電力システム改革全体が非常にこう脆弱といいますか、脆い基盤の上に今立っているのではないかというふうに思うんですね。日本の電力の3分の1を占める東電がそういう状況であると、
ということで、まあ、法的分離というお話先ほどもありましたけれども、まあ、あたかもまあ国民的にはこう分離されるのかなと、もしかしてリスクも分離されるのかなという思いの人もいるかも。